な帰らした、うん、オッケー。気持ち悪い。何が気持ち悪いの。囲いが強い、囲いが強いのと、あと配信時間でね、配信時間が長い。とにかく昼寝したとか、今起きた、うん、今さっきとか1時間ぐらい前起きてから、クックルと一緒にタクシーでこっち来て、クックルは多分家に帰った。誰、花ビール、いや花ビール見とかじゃなくて、ふわち大賞が欲しいんですよ。メダルとね、うん、あと表彰状とね、それが欲しい。いやー、それにしても日本ね、悔しかったな昨日な。見た、みんな昨日サッカー見た。惜しかったな。暑いな。いや下手じゃなくて向こうが上手かったんで、悔しいね。なんか涙出そうになっちゃった。ふわち大賞ってあのイベントアイテムね、うん、それは1個5000円しますよ。メダルは1個160円、うん、ちょっとメダル1個でもね助かるんで。泣いた。でね、あのリスナーもね、サッカールールわかんないよっていう子が結構見てた気がするよ今回ね。一緒に応援してくれた気がする。ねえねえ、費用持つからライブ、ライズアップ配信、いやその費用ちょっと投げてじゃん、うん、そういうのやってないんで、直接お金もらうみたいなやってないですよ、うん、で、田舎さんはどうしたの。わちゃわちゃうるせえけど、なんやねんほんま。何、関西勢と慣れ合いしときや、あんた。どうしたん、東の01に。なんか用でっか。ああ、1個センキュー。うん、ああ、せいじと絡んどきゃいいやん、せいちゃん、せいちゃんって。ちゃうんかい。なんかこの前01の悪口言ってたの、嘘でしょ、言ってたの、うん、せいちゃん、なおちゃん言っときなはれ。表彰状ありがとう。ちょっとずつちょうだい。ちょっとずつ。すごい音だね。大輝ちゃん、大輝ちゃんパチンコ絶好調。ゼロワンは不鑑定。じゃあ俺の枠来るなよ。何したんや俺が。クソジジイがよ。まだあご言うわ。コメントも打ててないやんけ、うん、コメントもまともに、うん、好きならなんでせいちゃんとたかしに5万小遣いやって俺にはアイテムもくれんのや。おかしいやろが、アホが。
ちゃうんかい。ああ、年こいたおっさんがよ、何しとんや、配信者に尻尾振りまいて。ああ、何やねんお前。火薬も小遣いもらって、そうなの、うん、カッツいらっしゃい、うん、カッツ、うん、おっと、LINE 見て。せいちゃんどうしたの、 LINE 見てって、事件ですか。ああね、でもイベント中こんなの やれんで、せいちゃん、うん、俺も余裕ないで、あんま構えんで、終わってからならいいけど、うん、ただでさえもう最終日以外もうようわからんことしとるで、ちょっと今日は腰据えてね、イベント配信やらんとあかんで、うん、負けてまう、本当に差も開いとるで。いや、マグカップの件じゃない、あの田舎の連絡先送られてきた。オッケー、ごちゃん Thank you、うん、田舎の連絡先が送られてきた、うん、ちょっと展開遅れてるけど、うん、今その展開ちょっと、ニャムいらっしゃい、うん、ニャム悔しかったな、日本な、あ、いらっしゃい、電話しとる、ちょっと待ってや、イベントっぽい雰囲気出してかないと、もう投げんでいいみたいな雰囲気出てまうやろ、これ投げなあかんよ、ほんと俺が俺じゃなくなるで。うわーおー、千個千球、さすがせいちゃん。じゃあもう確実に田舎は電話する、イベント終わったらね、うん、イベント終わったら確実に電話します。わーお、センキュー、にゃむちゃんも OK、 いいね、いい流れ来る、一人が投げるといい流れ来るからね。にゃむも OK よ、にゃむも、うん、ファンタ先行は、さすがだね、今日ラスト日なんすよ、ラスト日だからもう今日だけはちょっと許してほしい、ナイスナイス、うるさくてもね、うん、今日ちょっとやらないと本当に後悔するで、うん、でウイタももう勝てる気になってるから負けてまう、本当に、うん、テロップにナイス、いやナイスはいいわ、もう今日は、うん、オッケー、10番ほら流れ来た、せいちゃんのおでやな、ゴーちゃんいいよ、オッケー、でウイタンはギャングでしょ、俺ヤンキー、ヤンキーとギャング、うん、めいちゃんね、天球、こちゃんは大阪で会ったんよな、ね、公園来てくれたもんね、うん、めいちゃんは、めいちゃん天球、いいよいいよ、うん、これどっちが効率いいんだろうね、イキリストのイタ天球、いいよいいよ、ありがとうございます、あの時はおっちゃんね、こちらこそありがとうね、差し入れ嬉しいわ、プロフィールに01欲しいって書いてある、ちょっと待ってな、ちょっとハイドラ変えてくる、パンパンダで、やばい、グラサンどこやったっけ、コンビニだと取るんだよね、恥ずかしくて、ふわっち体操、センキュー、オッケーよ、
匿名さんどうすか今日ちょっと寝る前に。ああ、センキュー。ちょっと桃7ぐらい追いつけないですか匿名さん。はい、もう今月今日だけでいいっす匿名さんは。いけます、もうこのイベントだけでいいっす。もうあとは甘えない。オッケーよ、上がってきて匿名さん。センキューセンキュー。10倍オッケーよ。いい、来てる倍がいいじゃん。なんかラジオが入って待ってるな。ラジオが入って待ってるわ。メダルセンキュー。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。仲良くなりそう。多分3人で仮に1ヶ月生活したとして、みんな収入100万超えるけど、俺はね、いつも自分収入多いから、俺が下がる気がする。午後選球、そんな気がせん？リスナーさん。あー、りんちゃんありがとう。あの2人は持ち上げれても、俺がね、下がるような気がする。匿名されやすい。うん。よくしてあげるのもいいけど、たまにじゃないと。午後ありがとう、うん、って思いますよ、うん、まあ得はあるよ。寂しくない、うん、寂しさを紛らわせるっていう得がある、うん、でもおかしいよね。くるちゃんとまゆちゃんはまゆちゃんからくるちゃんってあったけど、俺の枠はまゆちゃんからとかくるちゃんからってないんだけど、おかしいよ。いじめだよねあれ。ゴリラいらないとかさ、うん、お風呂行ってらっしゃい。俺にはなんかリスナー感謝してくれないっていう、うん、俺が頑張ってるはずなんだけどな。まあいいか。ちゃんみいらっしゃい、表彰状ありがとうございます。ありがとう。鼻ムズムズするグラサン取りたいな。頑張って。あいこありがとう、応援してます。ブラックエンジェルちゃんありがとうね。とりあえず桃ならとポイント差はとりあえず追いつかないとな。早めに。開いてるで。どうする、うん、おっとファンタスティック、センキュー。くーちゃん、くーちゃんオッケー。夜になったらアムチンが追い上げてきそう。まあアムチンも強いからね。あと若くんとかね、うん、若くとか、うん、どうなるか分からんで、うん、で、レイカ様は多分来てくれないから、うん、最近のゼロワンつまらん。ハイブロック総合4位ありやす。レイカ様はもう夢木くんに突っ込んだから、うん、ウイタン中田カップル、何、中田会長がついてるの今。で、アイラは一時期稼いでてね、めちゃくちゃ。もう税金がバカらしくなって、もう稼ぐことやめたんだよ。うん、稼いでも稼いでも税金で取られるでしょ。
だもうバカらしくなっちゃったんだよ、うん、で何したかっつうと、まあ裏でもらってるよね、うん、そっち行っちゃったね、うん、裏でまあ手渡しか、まあ、税金かかんないようにあれしてるんだよね、うん、まあ賢いようななんていうような、うん、分からんで、麗華ちゃんも来るかもしれないし、底力強いからね、うちは言っても、うん、誰が来るか分からんで、で現のゼロリスも強いしね、うん、伝説になるかもしれんね今日は、うん、ね、あるといらしい、うん、コバさんは養分リスナーじゃない多分、うん、コバさんって男の人でしょ、うん、会いたいって言ったけど俺が会わなかったからいなくなっちゃった。リベの時だけアホ出す騙すために家出てきたのか。どういうこと騙すって、ね、何騙してんの、うん、外でやろうが家でやろうがいつも車でやってることが多いっすよ僕最終日は、うん、何を騙すのよ、うん、ゴンベいらっしゃい、薄ゴリラいらっしゃい、ミミちゃんいらっしゃい、モロいらっしゃいね、モロちゃん、誰かね助けてくださいね、イベントもう最終日結構追い詰まれてるんで、投げてない、みんなに投げてるんじゃない、みんなに、うん、はい、田舎さん10個選球、うん、田舎さんちょっとつなげます、いけます、田舎さん、うん、底力ね、うん、こうみんなに投げてもらわないと、うん、みんなにね、悟りいらっしゃい、はい、お餅も、表彰状ありがとう、でこう田舎さんが林さんなんでしょ、うん、ひまわりいらっしゃい、ななみも、うん、アムいらっしゃい、で田舎さんは金持ちなんでしょ、うん、ゆうちゃんもいらっしゃい、タロッチいらっしゃい、タロッチ店やってるんだ、はい、プーちゃんもね、いらっしゃいね、うん、必死でアイテムねだろ、配信吐き気する、今吐き気しながら頑張って見てるの、抜けた方がええで、吐き気するならな、音いらっしゃい、吐き気しない枠見た方がええで、うん、はい、ミミこんにちは、何する、あ、ソーダさんもね、あれなんすよ、53万ポイントさ、ちょっと徐々に縮めよう、いきなり無理やで、はい、ビビアンいらっしゃい、ゆめきに勝てんのか、ゆめきが家を出れば後半まくれるかもしれないです、現状無理ですね、現状、
で誕生日終わっても帰る気ないから年末まで行ったら養分と揉めるであれ、養分と、うん、寒いね、コーラでいらっしゃい、年末までいるって、じゃあ来年もいるね、うん、来年まで言ってることコロコロ変わるから、誕生日までが年末でしょ、で年末になったら1月まではいるって、まあいいんじゃない、うん、ういらっしゃい、クータもね、タマコも、はい、ちょっとお金余裕ある人はメダルでも投げてください、メダルでもね、はい、ミョンもいらっしゃい、手放したくないと思う、そうなの、何、ふざけんじゃねえ、東京卍会のボスがね、交番前でなんか脅してるとか、ね、ライブで脅してるとか言って、ふざけんじゃねえ、誰が東京卍会だよ、卍会じゃねえよ俺は、イライラするな、ハウル君が死んで東京卍会のボスらしいよ、駐車場入れるわ、お前あかんわ、交番の真横